ちは。こんにちは。はい。さあ豊さん、はい、今日はあのゲストということで、ね、そうなんですよ。今ね、夏の、ね、甲子園大会始まるというところまで来てますが、はい、2020年、うん、あのコロナ禍で夏の甲子園が突如中止になって、まあ、これ戦後初で、その時の当時の高校3年生があの夏を取り戻そうということで今プロジェクトとして動いています。そのプロジェクトリーダーの今日は大竹さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの夏を取り戻せプロジェクトの大竹優斗です。はい、今ちょっとそのプロジェクトの詳細というか、うん、ちょっと説明して。はい、3年前に僕の代が戦後初めてコロナで甲子園が中止になった代で、はい、2年後にこのプロジェクトを始めたんですけど、はい、去年の8月からこのプロジェクトを始めていて、2年経ってもやっぱなんか羨ましいなって思いとか、なんで俺らの代だけなかったんだろうっていう思いが当時のメンバーと話すごとにすごい生まれてきて、だったら自分たちで当時のメンバー、僕ら今集めてるのは僕らの代の独自大会の優勝校のみを集めてるんですけど、本来甲子園に行けるはずだった高校をもう一回お呼びして甲子園で野球をしようっていう、そんなプロジェクトを今やってます。そのプロジェクト去年の8月から始まって、 で実施されるのが今年 の11月の29日です。あの3日間、まあ、実際に交流戦というのは2日間で、はい、そうです。そこで全校が交流戦という形で行うということですか。そうですね、今甲子園球場を借りれてるのが11月の29日の1日だけでして、うん、この1日で今1000名の選手とズームとかオンラインで会議をしながら何をしていこうかみたいな話をしていて、それとは別に11月の30日のと12月1日の2日間を使って兵庫県の別球場で各チームの1試合限定の交流戦を実施するっていう、そんな予定で今動いてます。まあ、やっぱりけじめをつけたいんだな。そうですね、なんかどこかで多分終止符を打ててないっていう思いがすごいあって、去年の8月に当時のメンバー、城西高校のメンバーとご飯に行った時もめちゃくちゃ大学の楽しい話とか、彼女いんのとかっていう話をしてたんですけど、最後はどうしても俺らの代って甲子園なかったよねとか、いいよねっていう話になってしまっていて、どこかで何か多分終止を打ち切れなかったんじゃないかなって僕自身も含めて思っていて、このプロジェクトが始まりました。いや難しいよな、そのけじめをつけるっていうのはすごく難しいし、まあ、あの当時テレビとかでも監督に言われてな、うん、今年の甲子園大会は中止になったと、うん、いや気持ちの持っていき場っていうのはなかったと思うんだけども、はい、俺らがもう甲子園にほど遠かったから、うん、だからあなきゃなかったね、なんか傷がつかずにいいのかなみたいな。ではないですね。やっぱり、うん、いやでもね、実際はね、まあ、そう俺も言うけど、うん、けじめはつけたいよね、うん、負けたこれで終わりっていう、うんうん、勝ったこれでいけるっていう、はい、誰も悪くなかったじゃないですか、コロナウイルスっていう怒りをぶつける相手もいなかったですし、あの時に甲子園が中止っていうことの判断が悪いとも別に僕は思ってなくて、それこそ多くの方々がコロナウイルスですごいきつい思いをした方々もいらっしゃると思うので、誰も悪くなかったからこそ何かその思いがぶつける先がなかったっていうのは当時思いました。それ予選はやったんだよね、各県で。そうです、独自大会はあったんですけど、先に甲子園が中止になったんですよ。そうだね、そうです、甲子園中止になって、それでもやっぱ当時のメンバーがこの代がかわいそうだから、じゃあ各都道府県独自大会をやりましょうっていう流れでなりました。ね、で県の代表っていうのは本当だったら決まってたわけ、はい、コロナに感染してた高校は予選すら出れなかったわけ。そうです、そうです。でもその中で県の優勝校っていうのは出揃ってたわけ。そうです、この甲子園がなくなりました、 各都道府県で大会がありました、うん、そこで一応優勝を決めた県と決めきれなかった県があるんですよ。ありましたね。多分ね、山口県はね決まってなかったはずだと思う。そうなんですね。そういうところはどうするの。そういうところは勝ち残った全てのチームに声をかけました。声をかけて、うん、1チーム選出してくださいっていうことを言ったんですね、うん、そしたらじゃあ僕たちは独自大会3チームで勝ち残ったから合同チームで出ますっていう声とか、あそれこそあの去年の10月にその1位を2年越しに決め切ったチームとか、うん、あ卒業してからまたはもう1回2年後にこのプロジェクトのために優勝を決めた県 OB たちが集まって、集まってです。あっていう県もあります。それまでやっぱそこまでするっていうのはそういう思いが当時の3年生ってやっぱまだ今も強いっていうことですね。そうですね、やっぱ僕は最後ベスト16で負けちゃったんですけど、そんな僕のチームでも高校3年生の人生を
切った時にやっぱ野球が全てだったんですよね。野球のために高校を選んで、野球のためにご飯を食べて、野球のためにって全てが野球につながってたんで、その最後の場所がなかったっていうのは、まあ、何年経っても同じような思いというか、まだ悔しいって思いがあるんじゃないかなとは思います。どういう声掛けをしたの最初って。最初は、まあ、僕大学今3年生なんですけど、まあ、何か実力というか何か僕が経験とか実績があるわけじゃないんで、まずはツイッターとインスタグラムで僕らの代の独自大会の優勝校を集めて甲子園で野球をやりたいから、優勝校の人たちこの電話番号に電話かけてきてくださいみたいなので始めました。うん、かかってきた。そしたらかかってきました。2ヶ月で46個集まったんですよ。へえ、すごい。約1000名の選手が集まって、それこそ最初は僕だけがずっとこうやって引きずってんじゃないかなって思いもあったんですよ。そんなに各都道府県の選手が同じような思いをしてるのかなと思ったんですけど、一番最初に多分3日後ぐらいにすぐかかってきて、香川県の尽誠学園の選手から電話かかってきて、いや本当に自分も2年間悔しかったし、何かできることがないかなって考えてたし、大竹優斗がこのプロジェクトを立ち上げてくれてすごい嬉しいし、絶対あの当時のメンバーでこのプロジェクト成功させようっていう電話が来て、そこからなんか自分が思ってたものが、わ、当時のメンバーはみんなが思ってるんじゃないかなっていう何か自信に変わったなと思います。若いっていいな。いや、本当に。いやいや、エネルギーも。いや、でも、うん、あのやってみることが大切でね、うん、このプロジェクトが成功するのかしないのかっていうのはまだ未知数だと思うんだよ。はい、やっぱりそうやって引きずってる人間っていうのは、まあ、当時の高校3年生っていうのは相当な数いると思うんだよ。はい、だけどまだ1000人しか集まってないわけだろ。そう、今は44校集まってて、まだ5校集まってはないんですけど、うん、その5校もネガティブな理由じゃなくて、例えば中京大中京の高橋宏斗君と中山礼斗君っていう今プロで現役で活躍してる高校とかは、高橋宏斗と中山礼斗が出れるんだったら俺らは中京大中京として出たいですけど、逆にこの2人が出れないんだったら俺ら中京大中京って語れないよねっていうので、今ストップというか、それもワンチームな感じがすごいするというか、中京大中京ってすごいですね、やっぱりそのあの2人。そうです、っていうのが他の5校全てなんですよ。こいつが出るんだったら、みんなが集まれるんだったらやりたいけど、一人でも欠けちゃうんだったら俺らの高校って呼べないよねっていう感覚がみんな、はい、それぞれですね、やっぱそれぞれの、まあ、それぞれの考え方はあるよね。はい、まあ、今このプロジェクトを立ち上げてクラウドファンディングを募っていると、はい、そうです。はい、そこなんですよね。そうなんですよね。今6月7日から12月1日の約半年間をかけて7000万円という大きい金額に挑戦をしていて、選手の交通費、宿泊費、救助費っていうところで全て7000万円というところが行くんですけど、まあ、そこを今選手1000名で、例えば最初は親にクラウドファンディングお願いって言ったり、それこそおじいちゃんとか高校の恩師とかに、多くの方々に声をかけながら今860万円っていう金額を今集まってます。うん、相当長いな。これいつから始めたんだっけ、あの募金は。6月7日です。じゃあまあ順調っちゃ順調か。まあ順調なのかというと、まだ全体の 12% なので、まあまだまだだなっていうか、まあ560人ほどに支援していただいているので、すごく多くの方々に支援をしていただいているなと。でも甲子園大会で募金活動すれば。あ、そうなんですよ。それはやろうとしていて、いろいろ電話とか高野連の方とか球場には電話してるんですけど、なかなかやっぱそういうのが難しいっていうのはあって、プロ野球の選手会の方々に電話をしたときに、あ、選手会としてもバックアップするよって言ってくれて、だから高橋宏斗選手とか中山礼斗選手とかが出たいって言ってくれれば、もう出れる環境作りはしてはいるので、そういうところでうまく広めていきたいなとは思ってます。山下俊平さんもそうだよね。あ、そうです、同い年です。ね、言ってました。面白い。大好きな山下。そうです、同い年です。秋広。そうです、秋広も同い年です。あと、リュウク選手。あ、そうです、土田リュウク。なんかリュウク選手とは一緒になんか知り合いというか。そうです、そうです。あの僕が春休みに各都道府県の代表選手にヒッチハイクとキャンピングカーとかを使いながら会いに行ったんですよ。お前いいね。お前人生楽しめるだろう。お前そうです。はい、会いに行って、近江のこのプロジェクトで代表選手っていうのを一人選出してもらっていて、その選手と話して、うん、あのいろいろ進めてってるんですけど、土田龍空とずっと二遊間組んでた
あの選手が代表選手で、その選手に聞いたんですけど、最後独自大会どんな思いで戦ったのかっていうのを聞いた時に、まあ、正直甲子園がない大会にすごいモチベーションはなかったし、まあ、正直何のためにこの大会やるんだろうって思ってたっていうのは言ってたんですけど、けどそのチームとしてはなんとか土田龍空をプロに行かせたいっていう思いがチーム全体としてあって、どうやったらプロに行かせられるかなって考えた時に、優勝して目立たせること、これがプロにつながるんじゃないかっていう思いで、みんなが一致団結して土田龍空を絶対プロに行かせようって思いで独自大会優勝したっていうエピソードがあります。お前たちはなんかいいね俺らなんて足の引っ張り合いだからね誰がね、プロに出すかボケみたいな俺が行ってんのみたいな、そうすごい思いがそれいろいろあるんですね。でヒッチハイクはできたの？いや、あのヒッチハイクしてバスとか電車もたまに使ってたんですよ、うん、けどこのプロジェクトをやっていく中で時間がなくて、アルバイトとかも全然できてなくて、そんなに計画もなく回り始めちゃったんで、愛知県であのお金が尽きたんですよ。で、ツイッターとかフェイスブックで、今愛知にいるんですけどお金がなくてどこも行けないので誰かアルバイトさせてくれませんかっていうのをツイートして、うん、ラーメン屋のイベントがあって、それの受付スタッフをやってお金を稼いでちょっとずつ回り始めたんです。すごい。いやいや、違う違う、今何でもお金になるからさ、なんとかできるもん。そうそう、あのコミュニティ作りゃいいのよ。いや、そうですね、いや本当に、ま、コミュニティ作って、うん、融資を集めて、うん、そこで役割を決めて、いや、そう、それやった方が早いじゃん。いや、そうだったんですよ、多分そこまで頭回らなくて、とりあえず選手と会いたいというか。あ、そう、もう話聞いたらすぐコミュニティって頭回らないそれ作ったら一番早かったのになみたいな本来そう、選手とズームで会議してたんですけど、やっぱ直接会えないとなかなか本当になんか通じ合ってるのかなっていう感覚がすごいして、じゃあもう春休みしか期間ないし、僕も今大学通ってるので、うん、ここしかないと思ってとりあえず動き始めて、大学ちょっと1年間休めんもんダメか。でも大学も学部選んだのも、はい、こういうマネジメントとか何かこういう企画とかそういう運営ができないかってことで今の学部も選んだ。そうですね、僕今武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部っていうところにいるんですよ。どういうことやんの。それ3年前にできた1期生で入ったんですけど、うん、先生が全員実務家の人なんですよ。社長とか弁護士とかがいて、実際にやってる方々に襲われるみたいなっていうところに学部に入ったんですけど、これも僕がこうして亡くなったのがきっかけでこの学部に入ろうと思っていて、でもね、それはね、何の意味もなさないよいや違う、はい、あの教えてもらうのは。ああ、なるほど。そうですね、だってその人が成功した成功体験を喋ってるだけだから。でもこっちに当てはまるかって言うと当てはまらない。そうですね。でもあなたがやってることが一番経験として残るから。いや本当にそう。いやだからもう何のアドバイスもいらないもう自分で突き進めいや本当本当、いや俺それが一番だからそう、自分の経験に勝るものはないですいやそれで彼が俺はこういうことやったんだって言ったって、聞いてるやつはそれがどうしたんだっていうような感じになってくるよ、世の中って。あなたは成功したかもわからんけど、俺はこういうやり方でやるって。例えば今でも違うじゃん、話を聞きしてても、はい、いや俺だったらコミュニティ作るなって思うんだけど、そうですね、やっぱやり方はどうであれ前に進むっていうことが大事で、うん、そうですね、いやだから彼はだからいいんだよ、突き進めば。そうですよね、いや本当本当。でそのクラウドファンディングで募った金額、はい、集まったら、例えば個人向けの方と企業向けでまた返礼品っていうのも変わってきて、あの例えばオリジナルタオルだったりとか、甲子園で観戦ができるだったりとか、うん、そういうのも細かい、それは、ホームページに。そうですね、はい、ホームページにあって、それこそバックネット裏の一番見やすい席だけチケットとしてクラウドファンディングのリターンとしてやってるんですけど、うん、それ以外は全員無料で入ってほしいなって思いがあって、甲子園でやりたいっていう思いがもちろん僕らとしてあるんですけど、そうだよな。その中でどうやったらあの甲子園大会になるんだろうみたいな要素分けをしてった時に、観客がたくさん埋まってる、電光掲示板が使える、アルプスから応援団の声が聞こえるみたいなのがあって、甲子園って呼べるよなっていうのがあるので、観客の方はもちろん無料で入っていただきたいなっていう思いはすごいあります。ブラスバンドとか入れんの？そうです、ブラスバンド今お願いしてます。チアとかも入れたいなと思ってます。いや大事ですよね。そう、大事です。大事ですよ、そこ。お前も一人入れお前もやるからこうやって。いや、わかりました。私もじゃあお前さん引っ込んでろって言われるって言われるかもしれないですけど、ゆたかさん、でも話聞いて、まあ、いかがでしたか？すごくプロジェクトとすればね、やっぱりこうなんていうの、青春の1ページ
なんか宙ぶらりになってる感じがすると思うんだよ、はい、ただそれをやってどこに落とすかだよね最終的に、うん、最終的に落とすところ。それこそ僕らのこのプロジェクトの目標が2つあって、うん、1個が僕らの代がやっぱり何か失われたって言われていたりとかっていう思いに終止を打つことっていうので、もう一つはそれこそさっき豊さんが言ったように、なんか若者が立ち上がれるようなきっかけのプロジェクトにしたいなと思ってて、そうだな、うん、俺そこだと思うんだよ。だからみんな同情はする、ね、お金は集まった、うん、同情はする、はい、みんなで楽しみました、はい、ありがとうございました、これじゃダメだと思うんだ、うん、やっぱせっかく立ち上げたプロジェクトだったら何か社会貢献として何かありがとうございましたという意味では還元していかなきゃいけないと思うんだよね、うん、だからそこが俺は大事なことだなっていうふうに思うんだよ。いや、そうですね。それこそさっき豊さん言ったように僕らの学部の先生方ってめちゃくちゃかっこいいなって僕も思うんですよ、うん、まあ、こういう人たちになりたいなと思うんですけど、どこかでこの人だからできてるじゃんと思っちゃう部分がすごいあって、けどこのプロジェクトって今運営メンバーも有志で学生だけでやってて、学生と元高校球児だけでこういう大きいプロジェクトをやることによって、多分同じ年の若者がなんか高校球児高校まで野球しかやってこなかったやつらがこんな大きいプロジェクトやってるから俺でもできるんじゃないかっていうので、どん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 若者が立ち上がっていろんなことに挑戦できればいいなと思ってます。何かね、一つ立ち上げたものを何かこう維持し続けていって、いろんな意味で貢献とか何かそう新しい形っていうのをできていければいいですか。今1000人集まってる、はい、もっと増えていくやろうと思うんだけど、この1000人の力っていうのは相当なパワーを持ってて、でみんな違うことやってて、これが点になってるけど、これが線になっていくと相当なパワーになっていくと思うんだよ。いや、だからそこを俺は応援したいな、うん、そのけじめはけじめとしてそれも大事なことだと思うし、はい、でもその大会をきっかけに彼らがどういうふうな社会に貢献していくのか、これを楽しみにしたいよね、うん、一大企業になってくれると面白いけどね。あ、なるほど。そういうふうにして世の中を変えていかないと、うん、今の世の中って変わっていかないから、うん、若い人たちのパワーっていうのは失敗を恐れず、はい、失敗を恐れちゃダメだよ、はい、失敗は成功のもとって言うけど、うん、やっぱり失敗はあるんだよ若い時っていうのは、はい、いやだけどそれが点と線が結びつながる時があるから、うん、そこに大きなパワーが生まれるんだよ、うん、だからそこを俺は応援したいな、うん、その時に俺会長やらせてくれない。何欲しいと思ったの。会長の挨拶みたいなの。そうそうそう。当日来て何か一言もらえたりとか。そうだね。そうそう、なんか本当に本当戦後初だろ、はい、そういう時代に当たったっていうのも不運じゃ不運だけど、はい、でもそれを逆にチャンスと捉えてな、はい、まあ、やってほしいよな、うん。クラウドファンディングの募集の期限っていうのはいつまで？一応12月の1日っていうかなり長い期間を通して集めてはいるので、はい、僕らの肌感としては12月1日まで期間あるから後でいいやっていう方々がすごい多いので、できれば確認したらすぐ支援していただけるとすごい嬉しいなと思います、まあ、詳しい内容であったりとか応募の仕方などは、ホームページ、はい、検索はどういうふうに検索するか、あの夏を取り戻せで調べていただけると、はい、それこそ記事とかいろいろものが出てくると思うので、はい、その中のホームページからいろいろ飛んでいただけると嬉しいです、はい、じゃあ大竹さん一言、じゃあ最後に見てるファンの方にちょっとメッセージというかありますか。そうですね、やっぱ僕らとしても、まあ、3年前に失われたものを取り戻すっていうことでやっていますし、それこそ野球以外のスポーツでも失われたものって多分あると思っていて、それこそサッカーとかバドミントンとかテニスっていうのもコロナで大会が失われたりっていうのがあったと思うので、僕たちは僕が野球をやってたからこそこの野球のプロジェクトをやってるんですけど、これを通じて多くの若者も立ち上がってほしいなと思ってます。ぜひお願いします。はい、まあ、応援していきます。はい、ありがとうございます。ぜひお願いします、まあ、他 の、 スポーツってこういうプロジェクトっていうのは立ち上がってるの？いや、立ち上がってはなくて、はい、けど立ち上げたいっていう声は DM で来たりとかしてます。なるほどね。うん、じゃあね、ここが成功して、まあ、先駆けとしてな、そうですね、いろんなスポーツがまたこうやって立ち上がっていくといいですよね。はい、大竹さんの成功をお祈りしています。ありがとうございます。私たちも協力してください、はい、何か、はい、ぜひお願いします。協力する、協力、はい、あの、チアガールだけはやめておく。